どうも、鈴木ミートです。新型スイッチについて、またまた新情報が出てきましたので、そちらをまとめていきたいと思います。まず、前提としましては、任天堂は今年の2月の決算説明会でですね、代表取締役社長の古川社長が新しいモデルを発表する予定はないということに言及しているので、少なくとも近日中の発表はなさそうです。が、この発言は、今年いっぱい発売がないということを言ったわけではなく、むしろ年内中に発表があるのではないかという含みすら残っています。そして今回、その疑いがさらに濃くなる情報が入ってきましたので紹介したいと思います。現在の任天堂スイッチの SOC テグラ X1 の生産を手掛ける NVIDIA が、このテグラの生産を今年中に終了する可能性があると判明しました。そもそもこの統合型プロセッサが何かというとですね、データの転送や計算などいろいろな処理を行うソフトウェアに命令をする、いわば脳みそに相当する部品になります。もちろんスイッチに限らず電子機器には必須のハードウェアになりますので、そのプロセッサの生産が中心になれば確実に現行機種のスイッチは出せなくなるということになります。次に搭載されるプロセッサは確実に処理能力が上がったものに変更されるはずですので、本体の性能もぐっと上がるのではないでしょうか。ちなみにスイッチライトもこのプロセッサーが今は搭載されていますので、スイッチライトの新型も出る可能性が浮上してきました。さらに新情報はこれだけにもとどまらず、任天堂がサムスンに新型スイッチ用の有機 EL を注文したのが確認されました。新型スイッチの液晶には有機 EL が搭載されるのが濃厚となっています。ではこの有機 EL に変更するメリットは何かというと、まずバックライトがない点、これが非常に大きくて、通常は液晶とそれに光を当てるためのバックライトが必要なんですが、この有機 EL は素子自体が光るためにバックライトが不要になります。そのバックライトが不要になった分スペースが余りますので、これにより現行スイッチより薄くなったり、もっと大きなバッテリーを積むことで寿命が伸びたり使用時間が伸びたりするかもしれません。さらに有機 EL は白と黒のコントラストの明暗がくっきりとします。現在の液晶だと白い画面でもちょっともやっぽくなったり黄色っぽくなったり、逆に真っ黒なのにちょっと明るかったりってことがあるんですけれども、有機 EL になると真っ黒を表現できたりもします。もちろん画質だけではなく視野角も広くなったり、ベゼル枠縁が狭くなれば本体の大きさはそのままでも、もともとの 6.2 インチが7インチほどの大きさとなり、かなり大きな画面で遊べるようになると思われます。こういった非常にメリットが多いのですが、いくつかのデメリットもあります。特に言われているのが画面の焼き付きですね。これは有機 EL 特有の問題とも言われていて、同じ画面をずっと表示していたりだとか、画面を明るくしすぎたりするとその残像が残ったりしてしまうという問題が発生します。もちろんその焼き付き防止の技術も進化していますので、以前より起きにくくはなっていますが、その分コストも上がりますので、どれだけそこに投資できるかでいろいろ変わってきそうですね。まあ、とはいえ今年でスイッチ発売から4年が経って、来年以降に発売するとすれば5年目での新型の投入となるので、スイッチの次の次世代機が出るまでそう何年もかからないとは思いますので、焼き付きなどの影響はほとんどないと言っていいでしょう。はい、今回は新型スイッチの情報についてまとめていきました。来年にはスプラトゥーン3やブレスオブザワイルドの続編なども出るでしょうから、新型のスイッチで遊べたら最高ですよね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。